ここのの動画ははハイロックスの提供でお送りしますこんにちは今日はここにあるマイクロスコープを使って電子部品と半導体の中身を観察します使用するのはこちらのマイクロスコープマイクロスコープ業界の中ではかなり有名なハイイロロッククススのマイクロスコープですで今日マイクロスコープで中を見るのは何かというとこちらの電子部品類であったり受動部品ですねあとはこういった半導体類を実際に開けて中を見てみます まず最初に何を見ていくかというとこちらの積層セラミックキャパシタの見ていきますこのセラミックキャパシタの中身を見ていくわけなんですけどどうやって中身を見ていくかこちらの紙やすりを使ってこのセラミックキャパシタを削っていきます紙やすりの番号なんですけど、まあ、600番と2000番くらいでいいかなって感じですねセラミックキャパシタは結構柔らかいんですぐ削れちゃいますこんな感じですね溝をやると でですね、これだとまだ面が粗いのでこの紙やすりは1回使い終わって今度ですねもうちょっと8,000番とか1万5,000番とかそういったさらに細かいやすりを使っていきますこんな感じですね8,000が終わったら次1万5,000の方もやるとこれがやすりがけと表面を研磨した後ですもともとこういう風だったのがやすりがけ研磨した後はこういう風になります 今回観察するセラミックキャパシターですが、静電容量と耐圧の違うものを2種類用意しました。それぞれどのような構造の違いがあるのかを見てみます。で、こちらのマイクロスコープをセッティングします。こんな感じでレンズの部分をセッティングすると。次に画像のセンサーが入ってるんですけど、これをここに入れます。ガチャってやると。 中に光ファイバー入ってるんですけどこれをこういうふうにセッティングするとこのステージの上にセラミックキャパシタを置くとですねこういうふうに今映りましたねでこれを調整していくとでピントを合わせていくんですけど大体いいピントが合いましたピントを合わせたらあとはこちらの方で調整するんですけど はい、いましたこんな感じでキャパシタの断面図が映っていますけどこれだと少し小さいのでさらに拡大したところを写してみます、えー、こんな感じですね結構綺麗に映ってますね、えー、この間にセラミックがあってでこの黒い部分っていうんですかね、えー、これがまあ金属の,、えー、この電極だと右の方に行くとこういうふうになってます、はいあとこの 見てくださいこの下の部分、ののやすりがけするときに力を入れすぎたので、クラックが入っています。この状態だとキャパシタの一部分しか映っていないので、何か所か画像を連結して、こういう風に撮影していきます。視点終点をやって実行すると、こういう風にですね。 マイクロスコープはピッピッピッって動きながら画像をどんどん連結していって1枚のかなり高画質な画像を作っていってくれます1枚撮影してでステージを動かしてでまた撮影してステージを動かしてちなみに1枚1枚ピントを合わせながら撮影してますこれが積層セラミックキャパシタの内部の構造です体圧が違うものを2つ並べてみました 耐圧が50ボルトの方は内部電極はあまり積層されていませんが、耐圧が6.3ボルトと低い方は内部電極の積層の数が多いです。教科書で説明されているような MLCC の断面図だと内部電極が綺麗に並んでいますが、これはそこまで綺麗に並んでいませんね。結構グニアグニアになっています。特に電極の端部が想像よりだいぶグニアグニアになっていました。 このロット特有の問題なのか、ちょっと分かりませんけども、こういった画像の診断というのはマイクロスコープがなければ実際不可能です。ちなみに電極の厚さは22マイクロメートル、誘電体操の厚さは4。7マイクロメートルです。これは50ボルトのものです。6.3ボルト耐圧のものは内部。電極の厚さは1。4マイクロメートル、誘電体操の厚さは21マイクロメートルでした。 ちなみに観察した結果をそのままエクセルに出力できる機能もあります観察した画像と測定の結果がそのまま出力されるので上司であったり同僚にあったりファイルを投げることもできると積層セラミックキャパシタ MLCC ですがこれは基本的に平行平板のキャパシタがいくつかこの中で並列になったものですキャパシタの両端に電極がありますけどもそのですねさらに中に内部電極というのがあります で一方からこういうふうに生えていってもう片方のところにはつかないと。でもう一方からこういうふうに内部の電極が生えていますけども反対側の電極には届かないようになっていますちょうどこの部分で平行平板のキャパシタになっていますこの間にはセラミックが詰まっているわけです、まあ、実際の製造方法はセラミックの上に金属のシートを引いてそれをいくつも積層していってこの MLCC は作ります。 でこういうふうに、まあ、例えばこちら側も電極が生えていてつかないでこちら側も電極が生えているんですけども反対側の電極にはつかないというふうになっていきますこれはハイロックスのマイクロスコープで確認した時も同じでしたねちょうどこの部分を拡大してみると右側の内部電極は左側の電極には接触していませんでしたで反対側の電極もですねこれは同じことが起きています 今回は体圧と静電容量のの違う2種類 MLCC を見ましたキャパシタの静電容量は C で表されますがこれはイプシロンこの中に詰まっているもののセラミックの静電容量そして電電極極間のの距離と内部電極の表面積ですつまり静電容量を大きくするためにはこの電極間の距離 D を小さくする必要があります。 で実際静電容量の大きな MLCC はこの間がですねだいぶ詰まっていましたねこれに加えて内部電極の表面積を稼ぐためにこの内部電極の数がかなり多かったと思いますそれも静電容量を高くするための工夫ですですけども静電容量を大きくするために内部電極の距離をどん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 短くしていくと今度キャパシタの耐圧が低くなります この間で放電してしまうことがありますなのでハイロックスのマイクロスコープで観察したときのように耐圧の高い MLCC はここの電極間の距離が離れていましたそれは耐圧を高くするためなんですね耐圧と MLCC の中に使われているセラミックの材料で耐圧は決まってしまいます耐圧の高い MLCC で静電容量を大きくするためにはどうするか それはです、ね、表面積を稼ぐしかないんですね。ということはどうなるかというとこの内部電極をさらにスタックししていく必要がありまますすすそうすると MLCC は大型化します今これ映っているのがリング照明といってレンズの周りから光をですね360度の方向から当てているんですけどそれだとですね金属のところがちょっと見えにくいということで同軸の照明も実はできます。ここを押すと 同軸に切り替わりますで同軸の何がいいかっていうと金属の部分がものすごく見えやすくなるんですねですのでこの後を観察する半導体のところは基本的にこの同軸の照明を使って観察します同軸照明とリング照明の違いですが正反射を見ているかそれとも乱反射を見ているかの違いです 同軸照明だと光光源から出てきた光をレンズに入れますでその光を観察するものに当てるとでその観察したものから反射された光がこういうふうに通ってきてでそしてセンサーに入射するわけです。 この場合だと金属であったり鏡面であっっったたたりり面ででそういいもののを見るのに適していますではリング照明だとどうなるかレンズのところにこういうふうに光源がついていてでそこからですね観察するものに光を当てると観察するものに当たった光が乱反射してでそのうちの一部がこういうふうにレンズのところに入っていくでその光をセンサーで受光していますどういったものがこのリング照明で見れるかっていうと例えばこの表面に凹凸があるものであったりあとはこの観察するものの色を を見たい場合にリング照明が使われます次半導体系の部品を見ていくんですけどまず最初にこちらの 74HC04AP 東芝から出ているノット回路の中身を見てみますインバータ回路とも言いますそれ以外にもあとはこういったパワー半導体であったり加速度センサーとかそういった中身も見ていきます半導体は基本的に黒いモールドの中に入っていて中身は見えないわけですそれをどどうやって開けけるかなんですけどもこちらの ヒートガンをを使って中身を開封します黒いモールド樹脂でできているので高温にするとこの樹脂がですねボロボロになって崩れていくんですねそれを実際にやってみますちなみにヒートガンの温度は最高温度に設定します加熱して2 3 0秒くらい経ったらこういうふうにやるとそうするとボロボロと崩れていきますあっけないくらいにですねこういうふうに崩れていくんですねあ見えました このチップが入っている部分があるんですけども見えてきますこれがモールドのところから取ったチップですねめちゃくちゃ小さいです大体 1mm 四方ぐらいといったところですねでですねこの先ほど見てもらったものすごく小さいチップを見てみます小さいな本当にピントを合わせて位置合わせしてフォーカス これが先ほどのモールドの中に入っていた回路です。もうちょっと詳しく見てみます。これ今リング照明映っているんですけど金属のところが反射してしまってですね、まあ、あまり細かいところが見えないんですねこういうふうにはいですのでこれをですね同軸の照明に変えます。そうすると金属の反射がだいぶ抑えられてかなり見やすくなってます。こんな感じですね。 ここにボンディングワイヤー2つあるのが見えていますが上の方がノットの入力でそして下がノットの出力ですこういうふうにピーって入っていってまあいろいろ NMOS とか PMOS とかあるんですけどその出力3段あって結果的にですねそのバッファされた出力っていうのがここから出てきますちょっと表面が黄色くなってるんですけど表面を研磨してこの黄色いやつを除去したやつもありますはいだいぶ綺麗です さっきのやつだいぶ黄色かったんですけど表面を研磨したのでそれを落としてます、まあ、完全には落としきれてないですねこの,あの光が当たった鑑賞の模様が出ててまあものすごく薄い木膜がここにできたたっていうのが分かるかと思います今は一番単純なロジック半導体の中身を見ましたが次はパワー半導体の中身を見てみますやはりこのパワー半導体も中のチップの部分はこのモールドで覆われていますのでそれも同じくヒートガンを使って 取り外していきますこれパワー半導体のモールド部分が取れたんですけどモールド部分取るとこういう風になりますこれは銅でできたリードフレームですその上にパワー半導体のチップが乗っかりますこれ N チャンネル MOSFET なんですけどパワー半導体のドレインの電極がですね、ちょうどこの部分とリードフレームのところにハンダ付けされます ロジック半導体はチップの表面部分、つまりウェファーの表面部分に電流が流れるんですけども、パワー半導体はウェファーを貫通する方向に電流が流れます。これですとドレインからソースに向かって電流が流れます。なのでこのようにドレインの電極をリードフレームにハンダ付けするような構造になります。 チップの裏側がドレインなわけですけども、チップの表面はソースの電極が貼ってありますで。ソースの電極にはボンディングワイヤーが接合されてで、そしてまた他のリードフレームにつながってソースの足が出てくるわけです。これが実際のパワー半導体を拡大したところです。さっき分解したものより電流の容量が大きいものを使ってます。大、ま、体、あ、いい 120A くらい流せるものです。ここにドレインの電極がありますね。これ、リードフレームです。 こっちがソースのリードフレームになるとこのリードフレームにですねチップがあるんですけども見えますかこのチップの部分がありますねチップ2つ入ってるんですけども2並列になってますですのでまあ大電流に対応してるとこちらボンディングワイヤー切れてしまっているんですけどこのボンディングワイヤーですねまあここにこういうふうに繋がるとこっちもこういうふうに繋がる左下のところになんかちょっと小さいの見えるのわかりますかこれですね こういうふうに移動してるんですけどここがゲート電極ですで今リング照明になってるんですけどちょっとわかりにくいので同軸の照明に直しますはい、これがパワー半導体のゲートの電極です上側から見ている広いところがこれがソースの電極ですそしてこの裏面がドレインの電極になります倍率をどんどん拡大していくと変なシマシマの模様が見えるんですけどこれ分かりますかね 横方向に色々入ってますよ、ね、これがですねゲートの電極なのかソースの電極なのかっていうところですね横にシマシマの模様が入ってます他のパワー半導体も中身見てみますかでもうちょっと分かりやすいようにこのパワー半導体の表面を少し研磨したものを用意しましたこちらですねわかりますかこの電極のですね構造みたいのがよくわかるかと思います長さですねどのくらいあるのかな まあ、おそらくゲートか何かだと思うんですけど13マイクロ14マイクロメートルですね間隔が大体いい4マイクロメートルというふうになってます次は加速度センサーのチップを見てみます MEMS という、まあ、ものすごく小さな構造を作っているものなんですけどどんなふうに見えるんでしょうかあチップを落としたんですけどすぐ見つかりました これがメムスの加速度センサーなんですけど、中になんかバネみたいなのとかいろいろあるんですけど、これがですね、まあ、いわゆる加速度を検出したり、ジャイロの方向を検出したり、まあ、そういったものに使われているわけです。こういったところのま静電容量であったり、まあ、そういったのを測って、その加速度であったり、あとは傾きであったり、そういったのを検出します。 全部細いバネみたいになってるんですね、まあ、ただこういうふうにね接続しているところはものすごく細いんですけどこれがですねものすごく微小な小ささなのでこういったところは実はですねあまり折れたりはしないとここなんかものすごく間隔が細いんですけど実はですねこういったのは全部半導体の製造技術をですね応用して作られています多分これシリコンか、まあ、もしくは他の金属か何かでできているとは思うんですけどもこの線の 感覚というのはまものすごく細いですね。2マイクロメートルとかそんなもんですね。ものすごく狭い感覚ですね。笑っちゃうねこれ。次はメムスつながりということでこの時計を見てみます。先ほど使ったレンズこちら20倍から2500倍まで拡大できるやつなんですけど。 これですと、ちょっと時計を撮影するのには合わないということで、次はこちらの高解像度の電動テレンのズームレンズを使います。10倍から200倍までできるやつです。これをつけると。はい、ついて、このイメージセンサーのところをつけるだけですね。光ファイバーのライトをこちらにつけると、えー、きれいに光ります。 時計の中身が映っているわけですけども端から端までですね、ぼやけることなく映るっていうのがこのレンズのいいところです何が MEMS 繋がりなのかっていう話なんですけどもヒゲゼンマイっていうカチカチ動くやつがあるんですけどここをです、ね、バネを回すんですけど、まあ、そうするとこの機械式の時計が動き始めま,ますバネを巻いたやつをこういうふうに入れるとですねはい、ヒゲゼンマイが中でぐるぐると回っているんですけども これですねなんか最近記事を読んだんですけどこのヒゲゼンマイの部分がですねどうやらなんかメムスの技術を使って作られているとえつまりどういうことかっていうとなんかシリコン製のこのヒゲゼンマイを作ってやるっていうのがなんか最近ですね記事で読みました確かにこのヒゲゼンマイものすごく微細ですごく細いのでメムスの技術とかを使って作れそうですねこの時計の中に使われているものがシリコンの、まあ、メムスで作られたものかどうかはちょっと分からないんですけども えー、そういったものがですねこういった身近なところに使われているというのはなかなかま面白いんじゃないかと思いますここまで一気に電子部品であったりあとは半導体 MEMS の部品を見てきましたけどもちょっと一回箸休めして次はこちらの10円玉を見てみます今時計写ってますけどこれを10円玉に変えますで10円玉をですねちょうどこの部分に鳳凰が写ってるんですけど ですね、この屋根の上にある鳥が映ってるんですけどちょっとレンズを変えてさらに拡大して見て見みますでここに10円玉を置くとこういうふうに、はい、表示されました、でここに鳳凰がいるんですけど見えますでしょうかものすごく細かい柄をプレスして作っていくっていうのはすごいんですけどもこれをです、ね、今度もう少し詳しく見ていきます。この倍率を 今最低だったんですけども倍率の高いレンズに変えて見ていきますフォーカスを合わせると、はい、表示されました鳳凰がどこにいるかっていうのがですねちょっと今よく分かんないんですけど画面の右上にですねガイドマップっていうのがあるんでそこダブルクリックするとこういう風に鳳凰が見えますとこの鳳凰の足があってこれが屋根のところでそして上を見ていくとこれが鳳凰の本体です あの皆さんも手元にある十円玉を確認してこの鳳を探してほしいんですけどもマイクロスコープは基本上からの画像しか撮れなくて 3D の表示というのは普通はできませんですけどもこちらのマイクロスコープでは実は 3D 構成ができるのでそれを見ていきます見ましたか今の画像をですね一枚一枚撮っていってでその画像を合成して 3D を作ります これれがその結果ですね 3D 表示されたがいますでこういうふうにここを動かすと、まあ、どのくらいの高さで鳳王がいますよとかのが分かって例えば胴体の高さがどのくらいあるかというとこの最低のところを選んででこの最高のところを選ぶとはい高さ66マイクロメートルって出ましたねかなり精密にこの10円玉作られています。 マイクロスコープ自体は 2D の測定しかできないんですけどもソフトウェアの方でこういうふうな 3D の測定の技術をしてしまうというこれねなかなか面白いというかものすごく便利な機能ですね。で,ですねこういった形をプレスで作るのもすごいんですけどもこういったですね形状を測定する技術っていうのもなかなかすごいです。 次はこちらのプリント基板を見ていきますで。プリント基板の何を見るかというと、部品がですね、どのくらいうまくハンダ付け実装されているのかを、こちらのマイクロスコープを使って確認します。こちらのレンズだと、プリント基板の撮影自体はできるんですけど、今回はちょっと特殊な撮影方法を使いたいので、こちらのレンズを使います。でこのレンズで何をするかというと、またアタッチメントを取り付けてですね、ちょっと いろんな角度からこのプリント基板を測定できるようにしますセッティング完了ですこのプリント基板に実装されたはんだ付けを見ていきますこういう風うにプリント基板を置くとはい見えましたねさっきのやつだとこの真上からプリント基板を見ていたんですけどアタッチメントを取り付けることによって横方向からこのプリント基板を見てます横方向っていうか斜め45度くらいのところから見てます マイクロスコープの先ほど取り付けたアタッチメントが回転していろんな角度から見えるようになります。もうちょっと拡大してみますか。今20倍だったんですけど、これをですね、40倍に設定しました。はい。で、50倍、80倍っていうふうに。でですね、倍率を上げていくとちょっとね、ピントの合わせ方が難しくなるんですけども。 こういうふうにしっかりとハンダ付けできているかというのが確認できるようになります。今はチップ抵抗がどういうふうにハンダ付けされているかを見たんですけども、次はこの IC 部品のハンダ付けの具合も見ていきます。こういうふうに置いて、あ、これですね。回転を押すと回転し始めて、どういうふうにハンダ付けがうまくできているのか、フィレットがしっかりと形成されているとか、まあ、そういったのを見ていきます。拡大してみると、 の足が少しずれれてて実装されています、ねまあこれは最初の位置合わせがうまくいかなかったからこういうふうになっていると。まあ、ですけどもそのハンダの量であったり、まあ、あとはフィレットの具合ですねそこら辺はかなりうまくできているんじゃないかなというふうに思ってます。 斜めから観察できると何がいいか例えばこの場合だと一本だけハンダ付けされていない足がありますがそういったものを観察しやすくなります上から見ると観察はかなり難しいです まあなんでこういう検査が必要かっていうと例えばリフロー炉から出てきたこのプリント基板を検査するわけですけども、まあ、たまに抜き出して検査みたいなのもするかと思いますでそういった場合にですねこういったリフロー炉から出てきてハンダ付けされた箇所が問題なくハンダ付けできているかプリント基板に印刷するソルダーペーストの量が適量であったりメタルマスクが壊れていないかとかそういった検査にも使いますでですねちょっとこれから面白いことをやってみたいんですけどこのプリント基板の上に この部品が実装されていますねで。これをですね、ちょっとハンダクラックさせてみて、その状態を観察してみます。まあ、どうするかっていうとですね、こういうふうに、えー、ひたすらですね、実装された部品のところを、えー、ストレスを与え続けると、これは機械的なストレスです。で、こういうふうなことをひたすら、えー、繰り返して、ハンダの状態がどうなっているかをマイクロスコープで確認します。じゃあ、見ていきます。 こういうふうに見てるわけですけどあいましたねでこれをさらに拡大していきますそうするとですねクラックしてるかなお見てくださいここクラックしてますねほら見えますかここひびが入ってるんですけどさらに拡大していってちょうどここの部分にヒビが入っています見えますかこれがですねあの機械的なククラックが 断続的にま加わったことによってハンダにクラックが入ってしまった状態です。ですね今回は部品には多分クラックは入ってないんですけども部品にもその機械的なストレスが長時間加わった場合はハンダクラックが起きる場合もあります。今ちょうど根元のところにハンダクラックが入ってるんですけどもこちらのですねハンダ面にも少しですね。 なんか部品にしわが寄っているのでこれもですねやはり機械的なストレスが加わり続けたことによってハンダにこういうふうなものができてしまうと反対側の面はどうでしょうかこういうふうに見ていってあこちらにもハンダクラックできていますね亀裂がしっかりと入っています今はプリント基板を見てきましたけどもそれ以外にもいろいろな方向から観察したいものとかあると思います 例えばこういった工作機械の切削に使うエンドミルであったりドリルの先っぽであったりそういったものの観察にも使えます今見てもらったのは新品のエンドミルでしたが例えばこちらの使ったようなボロボロのですねドリルなんかも見ることができますこういうふうに回転するとですね、えー、相当刃こぼれしているのが分かりますねこうなってしまうとですねドリル自体の性能もかなり落ちてきますのでもう穴を開けるためには使うことはできません 交換しますエンドミルであったりドリルの灰岩にももうちょっと複雑な形状をした例えば 3D プリンターでで作っったた金属のの印刷物なんですけどももそういったのも見るこ,ともできますこういった印刷物なんかはマイクロスコープのよくあるレンズで上から見ただけだとまあちょっと分かりにくいんですけどもこういったロータリーヘッドをつけるとその中身の構造なんかも割とよく分かるかと思います。 次、箸休めの2回目なんですけど、今まで電気系のものをたくさん見てきましたが、次はもうちょっと違うものを見てみます。これはコンクリートをですね、ものすごく薄くスライスしたものをガラスの板の間に挟んだものです。このコンクリートの中の結晶がどのようになっているのかを見ていきます。こういうふうに入れて、あとですね、ちょっと必要なものがあるんですけど、こちらの変光板ですね、これをまずこの台の下に1つ入れると。でもう1つは これレンズあるんですけどもこちらのところに入れるとそうするとですねこの結晶の具合っていうのが分かります上の方に入れた変更板ここで回転できるようになってるんですけどもこれをですね入れるとで変更板を回すと今ですねこのコンクリートの中にいろいろなですね砂とかそういったものの結晶が入ってるんですけども結晶の具合ってのがまあこの変更板を回すことによって いろいろですね、見えることもできます。材料系のものにもですね、こういうふうに使うことができます。今日はマイクロスコープを使って電子部品、半導体、いろいろなものを観察してきました。 実際ですね分解して中身がどうなっているかその細かいところを見てるってことはですね今までの動画ではやってこなかったんですけどもこちらのマイクロスコープを使えばそういうことができるわけですこういったマイクロスコープを使うと製造の現場でどのくらい細かい部分までの品質が保たれているかそういったのをですねすぐ観察することができます例えば今日分解した半導体のですね中身の配線がどうなっているかそういったのを見てもらえればよくわかるかと思います 今日使ったレンズだと最大で2500倍で。もっと高倍率のレンズもですね、ラインナップとして用意してます。こういったマイクロスコープを使ってみたいという、例えば品質保証の担当者であったり、開発者であったり、あとは研究者であったり、こういったマイクロスコープ非常に役立つかと思います。でもしハイロックスのマイクロスコープ気になる担当者の方いましたら、概要欄の方にリンクあります。ぜひ確認してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中詳しくは概要欄から。